こんにちは。皆さんご機嫌いかがですか？レイラです。今日は安西金さんの詩を読んでいきたいと思います。11月。鐘が鳴り止む。鐘がひとしきりそよいでいた木漏れ日のように、雲が滑ってゆく。しぐれの雲が大きな黒板吹きのように一日を消しながら、天の小学校もやっと放課後時というのに、何かの償いに居残された少女が一人。少女は何度もエレミア哀歌を暗唱している。しかも第一章第一節から。なんと大変なことだろう。悲しいかな。昔は人の満ちたりしこの都、今はやもめのごとくなれり。やもめとは鳥の名前かしら。鳥ならば僕なんかより不幸せな鳥に違いない。僕は少女が許されて帰ってくるのを待っている。淡いしぐれに濡れながら、残り少ない一日をいつまでも。ご清聴いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録コメントお願いいたします。ではまた。レイラでした。